こちらがそのね、伊豆箱根鉄道大雄山線大雄山駅、ここは、毎時5本で、まあ、結構本数も多い、そして普通にね、スイカ使えるみたいですね。ということで、行ってみましょう。あ、いいですね、このローカル施設特有の木組みの屋根。そして、ここは、まあ、まあ車両基地とは違うか、まあ、結構留置線があるんですね。これはオリジナル、それともどっかの払い下げ、私はその辺も全く詳しくないというか、完全に初めてですね、これは乗るのはね。はい、まあ3両、これは3ドアオールロング、3ドア18メートル車、わかんない、せっかくだから先頭行きましょうか。はい、乗車率はまあ1割もないぐらい、どうなんですかね、日中も結構まあ高頻度ですけども、どのぐらい利用があるのか。これはなんか普通にあれか、ここがやっぱ車両基地でやってんのか。お、先頭は乗ってる人が大丈夫。終了の場合は10時35分に到着予定です。お客様にお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対策会館ですから、車内1個前での安全の準備を、また先ほどの機械で進行することへのご協力をお願いいたします。あと2分ほどで発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。左側です。
は右側です。席がまあ半分以上埋まるぐらい、だからまあそこそこ需要があるが、さすがなんか小田原って感じですかね。そうなんか、ね、この距離東京からのね、それでもまあ日中これだけ需要があるという、はい、ということでこちらが鉄道娘、これがその写真用のパネル、はい、まあ、一応写真を撮りましょうかね。はい、ちょっと取りそびれ、あ、今2回目になるのか、あ、今ロマンスカー、これは箱根湯本行きかな、来ましたね。でこの、大雄山線ね、まあ、その日中も12分ヘッド、まあ、この需要があるからというのも、まあ、そうですけども、あれスイカどこへやったっけ、はい、失礼しました、交換駅の都合でね、その12分ヘッドにしかできないというのがあるみたいですね。なのでもう朝、始発からラッシュ時、そして、あ、夜10時以降はさすがに減るのか、はい、でもまあ、ね、それで運用していると、なかなかこれも面白い、そしてここはその小田原駅、小田原駅はね、5社集まっている、JR 東日本、JR 東海、小田急、箱根登山鉄道、そしてこの、伊豆箱根鉄道ですね、なんですけども、そのでもこれはかなり地味だな、はい、このまあ端っこみたいなところにあるんですね。で、現在の時刻は10時38分ですね、ここから私は小田原の、ゲーセン巡り、次の動画ですかね、はい、ということで。